北海道行きたいですね。野瀬さんと握手しに行こう。野瀬さんを誰って言ってるこの野郎。あの野瀬さんを誰。はあ、ちょっと皆さん叩いてやってください。野瀬さん、さあ出ました、三振お化け。もう君今日から三振お化けや。ねえ、なんであんな今回3C からね、大して弾使わんでも4000飛ばされるっていう。あっブーメランがでも帰ってきたな。補正蹴られてる。ダメだよテルリン、今王角はノリに乗ってるからダメだよ。野瀬を知らないとはそういうかい。そうでしょ、野瀬さんを。いや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 、そんな恐れ多いですよ。いけたら本当にいいんですけどね。ちょっとこの季節でもさすがに寒すぎませんかね、北海道は。1週間ぐらいブレイブルーしに行きます、探さないでくださいって言ってアテナを旅出したいんですけれども許可をもらってね、ちゃんとね、ブレイブルーして、でーん。なんかラピッドスワローで耐えれるとかいう対策をこのラウンドの間に教えていくオオカミ、どうしたでしょうか。やはり誕生日ということで気持ちが高ぶっているのか、非常にいやらしい。北海道乗り鉄&ブレイブルーの旅ね、え行きたいですね。まあ僕北海道の知識は修学旅行の時に行ったあれとかね、桃鉄の知識ぐらいしかないですけど、なんかあれですよね、北海道は沖縄の方に移動するんですよね、あのゲームやってね、謎ですね。まあっていうのは置いといて、俺は何も実況してませんね。叩かれますね、これまた5先なんで、テルニンがニコニコにあげるんで、はい、ビシバシ叩いてください。洗濯物の布団ね、叩くやつみたいなんで叩くと喜びます。もうネット叩きは散々叩かれてきてるんで大丈夫です。さあオラーと、タカが調筆を決めただけで喜んでいる。今のコンボうまかった、後で見ときます。この実況うるせーって言われるやつ、そうですね。あー、これ5下げです。なんか彼らは終電がね、ゆとりあるんで5先やってます。さあなんかテルリンが今調子乗ってますけど、これはパターンアンソンですね。調子に乗りすぎて殺されるやつですね。だが下段を通している、あるのか、あるのか。でもまだ白面の体力は半分以上ある。あ中段打とうとしてねえやつあー終わりえっジアンテッジ黒人オーギル、安い、ふざけんなよ。あー画面を見ない。お、コンボ練習していた、コンボ練習してる。だから裏に行って、あ、これはもうまだ分かりませんね。あるぞあるぞ、ウーマジン、あー終わりです。調子に乗っていたツケが回ってきました。さあ残り時間10分です。大川くんがあと4回そのまま勝てば終わります。ないないと。まあね、あのアンソンさんでも2回か出たから。ちなみに台東ツオンはね、僕非常にいい人に誘っていただいたんで喜んでるんで頑張りますね。チームに誘ってもらえるってのは非常に嬉しいことです。僕もついに誘ってもらえるようになった。やったー、鉄さん見てるーっつって、メルブラ勢のみんなー、やったー。今日はお酒入ってませんよ。僕はいつでもお酒は入ってません。あー、6試合まで素晴らしい。合う？ホームランです。ネクストバッターホームランです。トゥーバーキー、ホタル、ジャメイジン。違ってた。はい。いやー、そんな某何原選手みたいな。そんなことはしてませんよ。あ、強い技、あー強い技あ、ポロピッチャさんがニコニコしながらやってきましたね。
いや、狭間です。狭間で出ます。僕古来からのマジの狭間使いなんで。さあ、僕23歳、独身。僕も23歳になったから。なぜ得意な技は非連突です。なんか俺さっきジンのバックステをモノマネしたら、深山ちゃんにあのバックステ暗い判あ攻撃判定がありそうなバックステって言われましたね。そう、無敵とか一切ないけど。あ、うまい、うまいとポロピッチョが煽っていく。さあ、白面対プラチナなんでね。下段当たるか、当たるか、バースト使う、勝ちに行く。さあ、あー、やばい、シャボン玉なんか美味しそう、気持ちよさそうって言って入ってきた。確かに柔らかかったけど包まれた先はラウンド取られました。さあ、画面を見ない、お尻、あやばい、清原振りかぶってって感じでしたね。かわいそうに、あバット、さあシングルヒット。さあ、あ、第2打席はジャンテッジボール、ワンストライクツーボール。ピッチャー白面、第9球を投げた、アウトロー。おーっと、ここでバットが観客席に飛び込んで、ファールボールにご注意ください。さあ、ハンマーがやってきた、シャボン玉、あっとっとっと、ニービー、うまかった、口が開いている、テルリン、コンボをミスらない、口が開いている。中断、中断、ゴールシアフェツーシーあるぞ、集中している。あっ、これは白面有利、ダメージをちょっとでも、あー、何やってんのお前、今のバース、オーディーしかねえじゃねえか。今のはいけませんね。さあ、ポロビッチョが横で頑張れと応援していく。ちょっと待ってや、あと6分で10時半やねん。だから俺たち電車間に合うから大丈夫、もうちょっと見ていこう。で、君確か1時間前にもう帰るって言ってた。1時間前に帰ると言ってた奈良生が今ここにいる。あれ、そしてあなたも。俺今日は早く帰るかもしれん。奈良生嘘つきだらけ。ちなみにそうなんですよ、アテナ生割と奈良生でできてるとこあるんでね。はい、禁断勝ちの途中でした。喋りましょう。下指投げ、ホタル、ジャンシーから 6C して、これは状況、はい、中断。そう、あれ中断を当てた後に、あの有利だよね、余裕の熱波したら 2B が当たるし、で 2B してももちろん攪拌ねえしな。あ、 6A か、そうだね、ボーナスあるからね。平日に県外からって、あ、アテナはこれが日常です。惜しい、 2C シャボン、あ、当たってないが、まあまあまだ全然ありますね。あ、と思ったら強い技消そう、この技、待て、閉店に備えてバイクが欲しい、欲しいですね。難波から奈良はそこそこ近いイメージ。ははははははは、アキラさん何を言ってるんですか、僕たちは駅までの徒歩15分なんて当たり前なんだぜ。あ、出た、俺の2つ隣の駅に住んでるやつ。そう、こいつは割と住宅街がすぐそばにあるからあんまり離れてない。さあ、今はバカバカ言ってますけど、トリリン君大丈夫、そんなこと言って、これ負けたら間違いなく向こうからアホアホって言われますよ。あ、しゃがみっぱ、そう、徒歩15分基本ですね、近い方です。アギト、アギトをね、まあ頑張ってガードして直下して空投げしに行くようにするのもありですよね。猫ちゃん、ロークシー、怖い、下段バーストを吐く、やはり勝ちに行く、だが今、おい、よだれたらすなよお前。今、
下段まみされた瞬間よだれじゅるって垂れて、それをふって拭いてるテルミンがよだれ垂らすかね。店員さん、とりあえずボタンシャッと拭いといてね。あ、俺だったっつってね。さあ、おそらくおしゃべりはこれが最後かもしれませんので、実況せなあかんっつってのに全然してませんが、さあクーナゲー CE6A6C からホッピング3段三振、マミさあ、バット、シングルヒット。あ、いいですね。今の下段はよくて、カラーに手だ。これは繋がらない。あれ難しいのかな。あ、白面が風魔人出せてない。ガーキャンにゲージを回していく。まあ、80あったんで。これが減るんですよ、そこそこ。あ、ミスター。ハンマーが危ない。安直なハンマーは危ない。おっと、デンジャってるの白面ないのに、ボタン4つをこすりまくれ、あるぞ。おっと、ちょい歩きがダッシュかになって、あ、諦めない心あるのか、ミラクルジャンヌ、ジャンヌー、えずらが悪い、なんでやれ。え、今あれあかんかったん、シー、エクシードは。ああ、20ぐらいしか減らない。さあ、これで逆に怖くなってきた。白明さんはデンジャーが続いているが、あはははは、言う、またよだれ垂らしよった。服だ、服なって。さあ、どうしようかな、どうしようか、うわー、やばい。スライディングしてきた。というわけで、もう僕たちは際どっとでよかったのに、え、ゲージあった、50溜まったん、お前確認してねえからやれよ。あれ万が一ね、噛み合ってOD 押されてたらゆっくり家で死んでたところでしたね。というわけで、なんかムリシンさんがめっちゃ重圧かけてくるんで、そろそろ帰ろうと思います。ちなみに今28分なんで、そう、実は大丈夫なんです。あの時計進んどるんで、あと1分で放送終わるんですよ。はい、奈良勢は仲良く帰ります。さあ、さっきからね、バカとかアホとかよだれとかバリ雑言飛び交ってますが、テルリンはこう見えてちょっと変態だけどいいやつです。おほっ動揺した、褒めたら動揺した、あかんな。え、なんで、あー、いや、あの技はね、本当に強すぎる。あ、出た、この作許せない、このエリアル。メルティーブラッドかよってなるもん。お疲れあてな、お休みあてな、おやすみなさい。皆さん、ぜひね、このね、餌は必要ないんで遊びに来てください。おお、はい、ではでは、お、重い方をワンチャン、あー残るか、おお、なるほど、教えてもらった対策をしっかり、さっき大岡君が言ってたんですよ、あれ、ま、あれスワローで避けれますよつって。おお、それでは、ハンマーでね、はい、終わったらこれで、そろそろ放送も終わります。お疲れ様でした。ではでは、皆さんおやすみなさーい。
セナ、今のうちにその辺にこいつ埋めてとっととずらかろうぜ。大川くんが今両替してるんですけど、え、放送終わってる、あの、あ、そうか、放送終わってるんやこれじゃあお疲れっす。The wheel of fate is turning. Rebel one, action.
The Wheel of Fate is turning!
Rebel 1 Action! Suki! Rebel 1 Action!
今のうちにその辺にこいつ埋めて、とっととずらかろうぜ。